中年オタッキーです。今日はね、ちょっと、今関東に向かって走ってるんですけど、例の東海地方の渋滞が全然大したことなかったんで、あとちょっと緊急性の高い情報が入ってきましたんで、動画アップしようと思って、作ってます。緊急性の高い情報っていうのはね、デジタルカメラのイメージセンサーを自動運転車のレーザーが破壊するっていう情報がちょっと入ってきました。これね、もうネットでググってもらったら、このタイトルでググってもらったら分かると思いますけど、ミノルタの α7R2 だったかなを撮影、自動運転車を撮影してたら、その自動運転車のレーザーが、カメラに入って、ほんで撮った後にそのノイズが出るようになってしまったと、いう話がね、ちょっとネットで流れてます。で、そのタイトルでググったら、その自動運転車 そのレーザーが、デジタルカメラのイメージセンサーを破壊するかもっていう記事も出てきたんで、あ、これは本当なんだなっていう。デジタルカメラのイメージセンサーって、非常に繊細なもので、電磁波とかにも多分弱いんじゃないかなと思うし、磁力にも多分弱いと思いますね。で、今回何が言いたいのかと言いますと、例えば携帯電話ですね。携帯電話にもイメージセンサー入ってますね、これね。で、ミラーレスもそうですし、もちろん一眼レフタイプ、レフ機にも、イメージセンサーは入ってるわけなんですけどね。リスクの問題ですね。ちょっとミラーレスのね、脆弱性をちょっと痛感したっていう感想です。もちろんね、レフ機もそのイメージセンサー破壊されるとは思うんですけど、確率ですね。一番確率、その破壊される確率が高いのが、もうこれ間違いなくこいつ、携帯電話のイメージセンサー。なぜかというとね、これイメージセンサー、もうレンズキャップすらないんですね。シャッター幕もないですし、で、常時そのセンサーに光が当たっている状況で、ミラーレスカメラはっていうと、ミラーレスカメラ一応シャッター幕はあるんですけど、カメラを使用してる最中はずっとそのイメージセンサーを使ってるわけなんですね。EVF とか、背面の液晶に映像を流さなければならないので、常時センサーを使用してる。で、これに比べてレフ機はっていうと、通常はね、 OVF で覗いてますんでね、覗いてますんで、通常見るときにはそのなんていうんですか、センサーは使わないで、シャッターを押して写真を撮る瞬間だけ、センサーに光が当たるということで、この自動運転車のセンサーのレーザー、自動運転車のレーザーに関しては、レフ機が比較的安全性は高い。結局当たったら壊れるんでしょうけど、こういう話がちょっと飛び込んできたんでね、ちょっと話題にしようと思いました。ご存知とは思いますけど、結構の人がね、もうレフ機はなくなるんじゃないかという話をしてる、という話が聞こえてきてますけど、僕はね、レフ機はなくならないと思うんですね。なぜかっていうとね、レフ機の方がタフなんですよね。機械的部分が多い機械ほどタフです。昔のね、大昔の一眼レフカメラ、レンジファインダーカメラもそうですけど、電池すら使わないカメラってなかなか壊れないし、壊れても簡単に修理ができるんですね。で、新しいカメラになればなるほど、その電気的な部品とかが入って、どんどん弱くなっていってます。そういう意味ではね、一眼レフカメラ多分なくならないと思います。性能的にはね、最終的にはミラーレスカメラが超えていくんだろうと思いますけど、自動運転車って今後どんどん増えていきますし、そのデジタルカメラのイメージセンサーを破壊されるという確率が低いレフ機、まだまだ使えていくんじゃないんですかね。それではね、ここからちょっと今日の本編に入っていきます。ちょっと長くなっちゃったけど、今日の本編はね、ミノルタ α9XI。実は前回の動画ではね、50D の話をするっていう話をしてたんですけど、ちょっと写真が撮り進んでないんで、写真が仕上がってきたこの α9XI、 こいつの話に行きたいと思います。それではいよいよ本編スタートです。最近フィルムで写真撮るときね、このカメラ結構しょっちゅう使ってるんですよ。なぜかって言ったらね、au をね、使い倒す僕にとってはもう破滅的に使いやすいんですね。ものすごく使いやすいです。で、能力も高いです。レンズも結構いいです。そんなわけでね、結構ね使ってるんですけど、
まず、以前その、ヤフオクでカメラをバカ安で買う方法っていうのでもこれ紹介しましたけど、一応ね、最高ミノルタの当時の最高機種になるんですね。で、どういう特徴を持ってるかっていうと、とにかく自動化を進めたっていう、で、使いやすいポイントとしてはね、まずね、半押し、シャッター半押しなくても覗いただけでもフォーカスが始まっちゃうんですね。で、通常はプログラムで撮るんですね。まあここに P っていうボタンがあるぐらい、もうこいつを押すと P になるんですけどね。で、覗き込んでその情報を見て、今もうピント合いました。情報を見て、で、シャッタースピードと絞りの情報を見てね、これはちょっとこのシャッタースピードと絞りには好みな写真は撮れないなと思ったらダイヤルで調節ですよ。こっちの、シャッターボタンに近い方のダイヤルがシャッタースピード優先プログラムシフトします。で、この背面の方、こっちがね、絞り優先モードでプログラムシフトします。で、これで非常に使い勝手がいいんですね。で、露出精度も結構高いですし、今回はちょっとネガでしか撮ってないですけど、将来的にはね、リバーサルフィルムで撮って綺麗な写真撮ろうと思ってます。じゃあまずちょっと作例一発目いきましょうか。うちの近所の踏切の写真なんですけどね、これ 24mm 撮りました。 24mm のね、レンズはね、ちょっと風景を広々と表現するのに非常に良いっていうことになってます。で、今回はね、今回から PL フィルターを使い始めました。これ 62mm というレンズ系、こうフィルター系なんですけど、フィルム写真を撮るときに関しては特にですね、まあデジタルでもそうですけど、 PL フィルターを使うとね、風景写真なんかはね、コントラストが上がります。まあデジタルカメラはね、その後からコントラストをデジタル的に調整するという技もありますんで、まあ僕は PL フィルター使ってないんですけど、まあ今回ね、そのこのカメラでちょっと本気で撮ってみようかな今後っていう話で PL フィルターを使いました。で、まあ見てわかるように結構ね、これ太陽もね、ちょっと左端の方に入ってるんですけど、実に綺麗に描写できてます。で、どのぐらいの能力、今回ちょっと安いフィルム使ったんでね、リバーサルで撮ったらよかったかなって一瞬思ったんですけど、どのぐらいの能力差があるか、EOS 5D に、EF2470F4LISUSM、L レンズ、を使って撮った写真とちょっと比較していきます。さすがにね、富士フィルム記録用100っていう安物のフィルムでちょっと差が出てしまったんですけども、まあそれでも結構頑張ってると思いますね、こいつのレンズね。で、ミノルタさんのレンズ、これ安物のレンズなんですよね。で、5D の方は L レンズなんで、それを考えたらね、かなり頑張ってると思います。このね、ミノルタ F2485 なんですけど、逆光フレアも少ないですし、ゴーストもね、なかなか出ないんで、かなり優秀なレンズだと思いますね。で、まあ以前の動画でも言いましたけど、このセットで2251円だったかな、で、ヤフオクで買いましたんで、まあ送料込みでも3000円ぐらいで買いましたんでね、これはお得と思いますね。で、このカメラのね、最大の特徴がね、シャッタースピードが1万2000まであるんです。で、1万2000まであるということは、このぐらい、もうこれ F3.5 から4.5 なんですけど、このぐらいのフィルムでね、このぐらいのクラスのレンズで400のフィルムを入れてもね、日中一番明るい時でもね、開放でシャッター、フィルターなしで開放でシャッター切れるんですね。 ND フィルター使わずとも開放でシャッター切れると。
で1万2000ぐらいの速度が切れるというのはそういう利点があるんで、スペック的にはね、これも当時 EOS-1N ぐらいのやつがライバルだったんですけど、まあ抜群にいいと思いますね。若干劣ってるポイントもまあないことはないでしょうけど、まあ EOS-1N HS とかだったらシャッターの切れる回数が秒間 5.5 本だったかな、そんなに比べたら負けるかもしれないですけど、じゃあね、そのなんでね、その安いレンズで高性能、でシャッタースピード1万2000で、このプログラムシフトとかすごく使いやすい、このカメラがなんで売れなかったのかって、あんまり売れてないんですね。でヤフオクとかでもあんまり目にすることはありません。なぜ売れなかったのか、これはね、あのマーケティングだと思います。まあキヤノン、特にキヤノンがそうなんですけどね、マーケティングが抜群にうまいです。でね、ミノルタは全般にマーケティング下手なんですね。これは今のソニーにもちょっとつながってる部分があります。まずね、これね、ハイエンド機、まあ、最上級機ということで、プロが使う可能性が高いカメラになってきますよね。で、プロのカメラマンってね、まあ、当時は特に、今でもそうなんですけど、当時は特にね、あのマニュアルモードを多用するんですよ。で、これ、マニュアルモードにするためにはね、ファンクションボタンを押しながらダイヤルを回さなきゃいけないっていうね、あの非常にめんどくさい。で電源切って入れたらね、またモードが初期化されちゃうんでね、あの非常にめんどくさいことになります。でプログラムに戻るときは一発でボタン、プログラムで戻るのに、じゃあマニュアルのボタンも置いとけよって話ですよね。まあ結局マーケティングが弱い、このカメラが誰が使うのかということを考えて作ってない。でさらにこのね、そのストロボのね、あのアクセサリー種、これがねミノルタ専用なんですね。でここもすごい弱い。だってプロカメラマンってね、あのラジオスレーブとかでね電波飛ばして、あの遠隔でストロボ使ったりとかも当たり前にやるんですよ。でこれはね汎用機器が使えないんで、もうミノルタから出てるストロボしかこれ使えないわけなんですね。でこういうことを考えるとね、そのわざわざこれカメラを売れないためにこれ専用の種を作ったのかっていうような感覚になってきます。そんなわけでね、このカメラは売れなかったんですね。まあソニーさんとのつながりって言ったらどうなの、まあ要はね、これ技術屋が作ったカメラって感覚なんですね。でソニーともつながっていくっていうのはそういうことなんですよ。使い勝手を研究して作ってない。以前ね、安物のソニーのミラーレスを使ってみましたっていう動画を作りましたけど、あのカメラもそうなんですけど、あのカメラね、例えばソニーじゃなくて、キヤノンとかニコンが、開発しても多分販売しないと思います。そのマーケティングでこのカメラダメだよっていうね、スイッチ類の耐久性とか使い勝手がね全く考慮に入ってない。で最近の α7 シリーズ、ソニーさんの α7 シリーズとかもね、使ってる方は見たらやっぱりね、なぜここをこうしたんだっていうね、使い勝手のことをあまり考えられてない部分がたくさんあってイライラするっていうのをよく見ます。で技術的にはね、このカメラも当時のスペックでは抜群のものを持ってたんです。シャッタースピードもフィルム機で最速ですし、シンクロスピードも300分の1だったのかな、史上、最速のシンクロスピードもスペックが抜群なんですね。で AF 性能もすごくこの当時にしては良いですし、露出制御もすごく良いです。スペックでは一番だった、でも売れなかったっていういい例だと思いますね。でもね、現状安く売ってますし、安いレンズですごくいい写真が撮れるんで、いいカメラだと思います。でさらに言うと、前回の動画でね、そのフィルム EOS とデジタル EOS、レンズが共用できるからいいって話しましたけど、欲張りな人はねフィルムとそのデジタル同時に撮るんですね。そしたらね、そのレンズをねしょっちゅう付け替えなきゃいけないって話なんですけど、こいつはね安く買えてしまうんで、もう一個持ち歩くって人にはねすごくいいカメラだと思います。ぜひぜひもう見つけたら買えって感じですね。ちゃんと動けばの話ですけど、で最大の弱点はね脆弱なんですね。これねプラスチックなんですよ全部。でミノルタの当時のこの当時のカメラはねもう金属製のカメラないです。だからね結構ねジャンクコーナーにボディが割れてるやつが売ってます。ここがねちょっとね、多分だからこいつもね多分壁にゴンとかぶつけただけでボディ割れちゃうと思うんですよ。特にねもう経年変化でボディが弱くなってきますからねプラスチックはね。でそういう意味ではねやっぱね
プロのユースに、そのこれはもう今のソニーさんのミラーレス機もそうですけど、脆弱な部分があるっていうのはプロユースにちゃんと耐えられない部分があるのではないかとは考える次第であります。今日の動画はこんな感じです。どんな写真をね、そのどんなカメラで撮るかっていうのは、個人の自由になってくるんですけど、安く手に入るという意味ではこのミノルタの α9XI、α7XI というのもあるんですかね。 α7XI はシャッター最高が、8000分の1になってくるんですけど、ストロボが内蔵になってくるっていうカメラになってきますね。フィルムはね、その感度がどちら上げたりできなくなりますから、ストロボが内蔵されているのってすごくプラスと思います。でミノルタさんはね、そのミノルタの α シリーズ、α7000 以降の α シリーズ、最後は α7 っていうカメラで終わるのかな。で、もうとにかくね、安いレンズでもいい写りがするっていうんで、かなりおすすめになります。で、ミノルタじゃなくて、ソニーの α シリーズの、A マウント機をご使用の方で注意しなければならないのは、最新のその、ソニーの A マウントのレンズはこのカメラには使えなかったりします。オートフォーカスがなんかね、駆動方式が違うみたいで、オートフォーカスが使えない。で、ミノルタの、α のフィルムカメラで、その現在のソニーの A マウント用のレンズが使えるのは、ちゃんと使えるのは α7 だけだったのかな。で、α9 の、一番最後の α9 の一部も使えるみたいですけど、駆動方式が違うらしいので、そこが注意が必要です。今日の動画はこんな感じです。フィルムカメラのね、お話になります。で、今回の写真は、富士の記録用100っていう、北村さんとかで結構安く売ってるフィルムで撮りました。で、今後ね、ちょっとフィルムを変えていきます。普段撮りはね、このコダックの200ゴールドっていう、こいつに変えていきます。これね、ヤフオクでね、36枚撮りがね、10本セットで送料込みで4000円で売ってる方がいるんですよ。で、結構な数売ってるんでね、多分常時売ってると思うんで、消費税が上がるぐらいまではね、その値段でいくんじゃないかなと思ってますけど、1本400円で36枚撮り、非常に安いんで、もしね、このコダックゴールド200っていう、200っていう感度もまたいいんですよね。ディティールを損なわず、それで、そこそこ暗いところでも映るだろうし、200っていう感度もすごくいいんで、で、コダックさんのね、フィルムはね、発色が良かったりするんで、ちょっとね、まだ使ってないんですけど、非常に期待しております。今日の動画はそんな感じです。で、次の動画こそね、50D のネタでいこうと思ってますんで、また、気になる方、チェックしてください。んで、動画の、間隔が非常に長くなった、リリースの間隔が非常に長くなってますんで、気になる方はチャンネル登録してお待ちいただけますか。で、今日の動画面白かったなとか思ったら、いいねボタンをぜひ押してくださいませ。それでは次回の動画はまた未定になりますが、仕事がうまいこと回ってたら、早めに写真を撮って次の動画アップしたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。